夜のガレリアユギフォレストモール南大沢側からガレリアユギは東京都八王子市南大沢2丁目に所在する多摩ニュータウン開発センターが運営する商業ビルである多摩ニュータウン計画により開発された南大沢駅前に1992年6月7日に開業した施設名のガレリアはイタリア語で屋根付きのアーケードを指しユギは地名の ゆずき、または、よしきに由来する。南大沢駅周辺は、八王子市への編入以前は、よしき村に属し、京王相模原線延伸計画段階の、南大沢駅の仮称は、よしき平駅であった。商業施設が集まる南大沢駅前左から、ガレリア湯木、フレンテ南大沢、プラザ A 奥は、三井アウトレットパーク多摩南大沢開業時の、 各店舗はゆずきそごうと、忠実屋、フランツ南大沢店であったが、ゆずきそごうは1994年10月3日に閉店し、忠実屋フランツは大英南大沢店に転換後、1995年2月28日で閉店している。1998年2月27日、新たな各店舗として、伊東洋華堂南大沢店がオープンした。 建物は中央の吹き抜け部分を境にして、両側にシースルーエレベーターが設置されている。かつては吹き抜け部分に屋根がなく二つに分かれ、祖号と忠実や大英で建物を半分ずつ使用していたが、伊東洋稼働出店後は一店舗で一棟を使用するため、吹き抜け部分に屋根を作り増築している。南大沢駅前には他にも、三井アウトレットパーク多摩南大沢、 フレンテ南大沢、ホレストモール、南大沢などのショッピングセンターが集まり、八王子市南部の商業地域となっている。地上6階、地下2階、京王相模原線の南大沢駅駅前に立地する。駅前バスロータリーに京王バス南、神奈川中央交通の路線バスが発着する。駅周辺の団地内を循環する路線のほか、京王堀之内駅、八王子駅、 北野駅、橋本駅、静石桜川岡駅方面などへのバス路線があり、これらを利用することもできる。詳細は南大沢駅バス路線の項を参照のこと。ありがとうございます。